ナビタイマーブライトリングはスイスの腕時計メーカーである。航空業界とのつながりが強く、コクピットウォッチ、クロノグラフ、ストップウォッチを主力とし、時計ではなく景気であるという理念のもとに、製品はすべてクロノメーター検定に合格したものである。無着陸世界一周を初めて成功させたブライトリングオービターさんなどの航空イベントや、 イブロッシーら航空関係者を支援するほか、自社でも複数の飛行チームを編成している。近年、ブライトリングは、同社の1915年発表のモデルを、世界初のクロノグラフ腕時計と自称していたが、実際は1913年に、ロンジンやオメガが製造したものなど複数社による先行事例がある。そのため、クロノグラフ腕時計、 専用プッシュボタン付けクロノグラフで時計いずれの条件でもブライトリングは世界初ではない。コスモノートを身につけたスコット・カーペンター・エーマージェンシー・ブライトリング・ジャパンが発行するユーザー特典。国内正規販売店で購入したユーザーにのみ無償提供されるサービスでオーバーホール料金が通常価格の半額で受けられるほか定期開放やカタログの無料配布。 新製品発表イベントであるメンバーズサロンへの招待東京と大阪にあるスタジオブライトリングに併設されているメンバーズラウンジへの入室オフィシャルサイト内にあるユーザー掲示板メンバーズルームへのアクセスが可能時計購入時に入会申請すると後日会員の証であるメンバーズカードが郵送されるあくまで購入時特典であり上渡は無効とされ 住所以外のユーザー登録情報の変更はできない。メンバーズサロンのフライトイベントでは、自社チームのほかブライトリングがスポンサードする選手が飛行することもある。民間最大規模となる7機のジェット機による極技飛行隊 L-39 を利用している。ブライトリングはスイスのメーカーであるが本拠地はフランスであり、パイロットもパトルイードフランス出身者が中心。 飛行中のボーイングステアマンの上部主翼に固定された女性ダンサーがパフォーマンスを披露する。2009年に結成したレッドブルエアレースワールドシリーズに参戦するエアレースチーム。ナイジェル・ラムとフランソワル・ボットがパイロットを務める。ブライトリングはレッドブルエアレースワールドシリーズのオフィシャルタイムキーパーでもある。上記以外にも体験登場やデモ飛行用に エクストラ社製の EA-300 などを有し、スポンサードするパイロットに貸し出している。また、レストはしたロッキードコンステレーションやダグラス DC-3 に、招待客を乗せて飛行するイベントを行っている。ありがとうございます。